いつこの辞職しようというか申し出ようというふうに決められたんでしょうか。だいぶ早いですよ、思ったのは。町長職を拝命するっていうことは、もう町民の総意の中で汚れちゃいけないなと、汚しちゃいけないなという思いで今までやってきました。ずっとその思いは通しました。しかしその思いと今回の事故の中で推移していくと、どうしても妥協できない部分というのは今の避難基準ですね。それを議会で強引にいわきに矢椿の移転を決めましたね、決めさせましたね。あの時からやっぱり気持ちは芽生えてきました。やはり今の被爆の基準はおかしい、20ミリシーベルトっていうのはおかしい、日本では1ミリシーベルトっていうのが最高裁判所の裁判の判例の中にさえ謳われてるのに、なぜ20ミリシーベルトだと。議会とのギャップっていうのはそこから始まったと。私の給料も削減を2度も否決しました。その辺からですね、方向性がどうも違う方向を向いてきたなっていう、危険がありました。で、機能を出したっていうことは、私は自分の持論っていうのはまだ私は正しいと思ってますから、福島県に戻ることはできません。したがって町長職を辞してですね、戻れないということをずっと続けていきたいと思っているんですよ。戻すのも私は私の手で戻したくないと思うんですよ。責任持てませんから。25年後の双葉町の姿を見た時に私は責任持てませんから、まだまだもっと多くの町民を県外に今は出すべきだと思ってますから。皆さんから見ますと、ここのこの席に町長が来てないのが非常に不自然に見えると思います。双葉町の町政懇談会、必ず町長と町民の方が意見交換し合うということでこれまでやってきたわけなんですが、で、町長が出ないで町政懇談会開くというのは通常ないわけですけれども、本日急遽そのような事態が起こりまして、代理で私副町長の井上でございますが出させていただきました。タイミングというか、この日、昨日というこの日に決意された、あるいはその決意を固めるに至った、今日のこともありますよね。今日の告示日っていうのもありますよね。告示日過ぎてやるよりも、もうギリギリだったんですね。で、不信任をなぜ否定してですね、解散したかというと、私はもう体張って中間貯蔵施設の進め方を止めたかったんですよ、どんなことしても。なぜあの会議に欠席したかというのは、本来であれば約束事ですよね。双葉郡の約束事は町村会と知事と国とで8プラス1プラス1の会議で検討しましょうと、協議しましょうということで始まったんです。ところが11月28日の会合というのは突如として知事名で各町村長宛に出した会議なんです。ですからボタンの掛け違いも甚だしい、とんでもないことをやったんですね。本来であれば町村会ということで私の方に入ってくれば、私が会員である各町村長に出欠の伺いをすると、そしてその後に報告をして会議を開くというのが本来の姿なんですよ。それを破ったのは県知事ですね。県知事が一方的に相談もなしに集めてしまったんですよ。そんな会議ってありますか。あれは無謀な会議ですね。そこで多数決で決めてしまった。もうそろそろ時間だから
知事に一任していただきたいということで、あの会議はまとめてますね。会議録見ますと、あってはならない会議なんです。で、私はそういうのを察知したから出席できないと、数字が違いますからね。これを県側に前日にしっかりと届けてあります。これを詳しく町民に説明しなかったのは私の責任かもしれませんが、町長として全て町民に説明できることばっかりではないんですね。いろいろプロセス、動きの中でまだ結論出てない部分については、まあ今は終わりましたから何でも喋られますけども、あの当時は喋れるもんではなかったんです。しかし町民にも誰にも断りもなくですね、私が出てって賛成とか反対とかって言えないんです。これは私に与えられた権限には入ってないんですね、中間貯蔵施設のことは。新しいことですから、であれば広く町民と議論してこの問題はやっていかないと。町に与えられた権限外のことですから、それを私はまあ主張しているんですけどね。で、後で県に私確認しました。双葉町の分まで決めたんですかって言ったら、いや、それは決められませんと。それは町でやることで、県は県の立場として話をしただけですっていうことですけども、新聞とあるいは環境省の扱いでは県知事の了解がから調査するんだって言ってますけど、これは今後私はですね、しっかりと立証していきたいと思います。民主主義の根幹を揺るがす大きな問題ですから、これ大事件です。ちっちゃく扱われてますけど、事件としては地方自治法に基づいた手段じゃない、手法じゃないことであの場で決めたっていうことは、これはもうあってはならない暴論、暴挙だと思いますね。まあ体張って止めたことが私にとっては、まあ個人的にね、私の個人的には最大の仕事だったのかなと。そして受け入れるか受け入れないかは、今後新しい町長のもとに町民が総意のもとで決めればいいなと、そういう思いで昨日あの双葉町は A2の中にも私の気持ちを織り込んであります。まあ、ギリギリなんですね。本当に時間のないギリギリだったのが昨日23日なんです。その議会の、まあ、同じメンバーが再選されたとして失職しても、もう一回選挙で戦うという選択肢もあったかと思うんですけれども、その選択肢を選ばなかったっていうのはどういうことなんでしょう。この問題は非常に大きいんですよ。双葉町だけの問題でなくてですね、福島県日本の問題なんですよ。双葉町の首長をやってると、それはそれは限られたところしか活動できません。やっぱり悩んでる方も福島県内にいっぱいおられるんですね。その方たちと今後連携を図ってですね、まあ、どうすればいいのかっていうことも出てくると思うんですよ。もう県内あちこちでですね、やっぱりこう不満に思われてる方いっぱいいますから、そういう方たちと連携を図ってですね、この事故はこのままで終わりではないと思うんです。終わらせてはいけないと思いますし、大きな犯罪ですから、これらを今後どういうふうにして、まあ、立証立件できるかということも汗を流さないといけないと思いますし、ものすごく忙しくなると思いますよ。ホールボディカウンター贈呈式を執り行います。こちらが海外プラス測定機ホールボディカウンターです。井戸川さんというのはですね、その、まあ、先ほどお話があったように1ミリシーベルトという基準の遵守と、それから、まあ、避難の権利、ご自身の中でも決断に影響しているのかなというふうに思うんですけれども、まあとにかく私自身も多くの町民も、もう300人から400人ぐらい、職員もみんな被爆しました。大なり小なり被爆しました。双葉町が全国一の濃い地域もありますね。上羽鳥地区の1590マイクロシーベルトアワー、これは爆発前にもうすでに観測されてたんです。そこに妊婦も子どももおりました、その地域に。そういうことも考えたときに、
やはり今の被爆の基準はおかしい、20ミリシーベルトっていうのはおかしい、放射能にさらされるっていうのは虐待ですよね。それでも兵器で置かれてる、マスクをしてガラスバッジをつけて学校に通わさせられるあの姿を見た時に、とんでもない異常な状態ですよ。異常な状態に置くためにああいう形で納得させるっていうのはありえないことですね。そういう危機感からジュネーブに行って訴えたんです。井戸川さんの言ってることはよくわかるけれども、ただし自分の責任はどうなのだと、佐藤栄作知事がプルスワマルを、阻止しようというか動きの時に、井戸川さんはむしろ推進してたのではないかと。町長、そんなことは心配しなくていい、絶対事故は起きません、大丈夫なんですっていうことをずっと言い続けてきたのが東電と原子力安全保安院ですね。その言葉だけを信じてきたことはいけなかったなと思いますけども、こう起きてみて初めてですね、私らは地球のいや月の表面だけずっとね巧みに見せられました。どういう角度から行ってもこうちゃんと正面見せてきたんですね。こちらを見せてこなかったんですよ。今回こちらを見て初めて実態分かりました。私はどういう責任を今後自分なりに整理して、自分に責任どうあるかっていうのは整理していきたいと思います。そして同時に国県東京電力の責任はどうあるべきかっていうのを整理していきたい、そして皆さんに知っていただきたい真実を、全くあの時の政府は人の道から反してますよ、人の道の心っていう人の心を持ってる人たちではありませんでしたね彼らは。そういうことも含めて責任を果たすという意味では、いろいろ今後まだ終わったわけじゃなくて、さらにまた突っ込んでですね行かなければならないと。黙祷。双葉町のホームページに掲載された文章を拝見しました。いろんな反響があったかもしれませんけれども、あの文章というのは辞任の挨拶というようにもあまり見えにくいというか、あれはどういう思いでお書きになったんですか。置き土産っていう感じで捉えていただければありがたいと思いますけども、もしそんなこと分かってるよという町民が多くいればそれはそれでいいなと思いますし、今後の為政者にはやはりしっかりとですね、きちっとした信念のもとに、もうただただ町民のためにですね、個人的なプレーじゃなくて町民のためにやっていただくための言葉としても置いておきたいし、今仮設住宅で起きてるっていうのは音の問題、それから人間関係の問題、いろんな問題が出てきてますよ。でもう痛み始まってると、あちこち痛んでるっていう、それですら国は何にも責任ある責任あるって言いながらも何もしてませんよね。覗いても見てもいない、投げっぱなしです。だからそういう中で町民の皆さんは住まわされてるんだということをやはり共有していただいて、なんとかいさかいを起こさずに共同体として苦しければ苦しいように訴えればいいんですよ。これなら大丈夫だっていうことで変えさせられて、左右を見たらば仕事がない、あるのは除染作業だけだ、結局双葉町民は放射能まみれになって死んでいくんだ、そうなってもらいたくないっていう文章を書いておきました。あれはもう一昨年の8月にしたためた文章です。今まさにそのような方向に双葉軍が進んでるんですね。で、双葉軍の復興っていうかと足並みを揃えようっていうのが今の町会議員の人たちの最後の不信任可決する時の文章ですね。涙出ました。私はその問題を今後とも提言し続けていくということにしたいということで
辞職を決意したんです。